家事分担ってお家でどうされてますか？基本私が料理とかをやってて、主人が洗濯物を全部やってくれてます。すごい苦手で私が。しかも主人が洋服屋さんなんで、あ、そっか、生地に関してうるさいんですよ、めっちゃ。そっか、そこはもうお願いした方が綺麗に保てるんですね。掃除はどうですか？掃除はまあ半々ですかね。